はい、はい、皆さんこんばんは。夢だが TV の時間がやってまいりました。今日はですね、何をするかと言いますと、告知をちょっと皆さんにお知らせさせていただきます。3月15日土曜日ですね、患者勉強会をやらせていただきます。午後2時から3時、テーマなんですけども、院長が進める、歪まない日常生活のアドバイスということで、日頃治療されている方は、なかなか現場では、ね、言わないことを、この機会に、すごいことをね、考えてもらってるみたいなので、ぜひこの機会に来てください。あとですね、ちょっと花粉症の時期がね、もうすぐやってくると思うんですけども、3月から一応マスク着ていただいた方はマスク一つプレゼントさせていただきます。タイトスタイルですよね、いつもマスクしてますけどね、あれやっぱ予防のためですかね。そうですね、一日してなかったんだけどこんな声になっちゃいましたんで、ちょっとガラガラ声でね、酒焼けみたいなね、酒屋さんじゃないですよ。で、花粉症に効くツボもね、こう3箇所しっかり変えてますので、ぜひご家族の方がね、花粉症の方も教えてあげてください。はい、そんな感じでね、はい、予防はとても大事です。あと嬉しいお知らせなんですけども、ゆうたか手骨院の斉藤先生がね、ご結婚をされるということで、おめでとうございます。ありがとうございます。これからも精進してまいります。私と夢高接骨院をよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんな感じで夢高 TV に終わらせていただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。